ただいまですね、イオンの新百合ヶ丘店の屋上に来ております。今この付近まで来るともう思わないですね。4階 B あたりまで来るとそんな思わないですね。よし、この辺でか。よいしょ。到着いたしました。それでは一旦終了したいと思います。はい、それではイオン新百合ヶ丘店から出発していきたいと思います。イオン新百合ヶ丘店はですね、の屋上の、まあ、駐車場、屋上、まあ、上の方の駐車場なんですけども、小田急線の線路が見えるんですよね。でそこでね、あの定点観察とか前やってましたね。一般道取締りポイントに注意してください。今日は屋上は行けるんですかね。ちょっと屋上を経由して降りたいと思います。まあ、ダメだったらダメだったらね。5回何回目だろうな。屋上ですね。
に駐車しましたね。へえ、こんな雨の時に屋上階に止める人はいるんですね。自分以外にもいるとはちょっと驚きました。ちなみにですね、買い物を1500円ぐらい買ったのかな。1500円購入して2時間半でしたっけな、なんか無料になりましたね。ぶっちゃけいろんなイオンには行ってるんですけど、駐車券のシステムっていうのは店舗によって様々なので、ちょっと覚えてないんですよね。ありがとうございました。はい、では